ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンビユです。はい、今回はですね、和製油をお風呂で楽しみたいときどうしたらいいのかという問題についてお答えしようと思います。はい、入浴剤もですね、まあドラッグストアとか行くとすごい数売ってますよね。でその中にもあのアロマってつくもの多いですよね。実際に本物の天然の香料を使用しているものっていうのは、まあ少ないとは思います。というのも香りがすぐ飛んでしまうんですよね。天然の香りを長く保持させようと思うのは結構難しいので、まあ入浴剤で天然の香りまあ結構少ないですね。ただまあやっぱり入浴するときっていうのは、まあ人がすごくリラックスする時間でもあるので、ここにですね、プラスアルファ和製油を使っていただくことによって、よりリラックス効果が高まるということはもう明白ですよね。はい、そんなわけでお風呂で楽しみたいんだけれども、和製油どう使ったらいいの?という方に、簡単に使う方法をご紹介していこうと思います。まず、注意なんですけれども、そのまま浴槽のお湯に垂らしてはダメ。もうこれですね、誰もが一度は失敗しているあるあるじゃないですかね。あの精油の特性として親油性ですね、油には溶けるけれども水には溶けないという性質があります。なのでお湯にそのまま精油を垂らすと、水に垂らした油みたいになってですね、完全に分離して上に浮いてる状態なんですよね。じゃあそこに入りましたと言うとどうなるかわかりますよね。肌に直接精油がついてしまって、結構ですね、これがヒリヒリするんですよね。あの本当に、もう男性もね、女性もですけど、本当気をつけていただきたいんですけど、大事なところが大変なことになったりもします。で、お湯にですね、柚子を丸ごと入れて楽しむ柚子湯が日本にはありますよね。この柚子湯の代わりとして柚子の精油使いたいなと思うのは自然な流れですよね。でもお湯に直接柚子の精油を垂らしてしまうと結構悲惨な目に遭います。ちなみにですね、数年前までこうやってバスソルトを作ったらいいよっていう作り方で紹介されていた天然塩に精油を混ぜてそれをお湯に入れるという方法も危険なのでやめてください。結局のところ同じことになってしまうんですよね。ちなみにですね、現在の AEAJ 日本アロマ環境協会が、まあ、推奨している沐浴法ですね、まあ、お湯に浸かる楽しみ方なんですけれども、無水エタノールに混ぜた精油をお湯に入れて全身または一部をつけるっていう方法です。これはですね、5ミリ程度の無水エタノールに混ぜた精油を浴槽または洗面器などのお湯に入れてよくかき混ぜてから浸かりますということですね。はい、精油の特性として、まあ、エタノールには溶けるという特性がありますので、無水エタノールに溶かした段階で、でこのエタノールっていうのは水とも混ざりますので、混ぜたものをお湯に入れるということを推奨しています。でもしくは無水エタノールもね、薬局やドラッグストアで結構簡単に買うことはできるんですけれども、アロマメーカーからですね、売られているバスベースオイルというものを使うと手軽に入浴剤として楽しんでいただけます。使い方は簡単で、バスベースオイルを適量出してそこに精油を混ぜていただいてお風呂に入れるという、まあ、無水エタノールと同じような使い方なんですけれども、バスベースオイルの方がよりお肌がしっとりするような成分が含まれていますので、まあ、お湯の肌当たりが柔らかくなる感じですね。ちなみにキャリアオイルに希釈をしたものをお湯に入れたらどうなのかというのもあるんですけれども、あのですね、まあ掃除が大変です。余談ですけれども、昔アロマスクールに通ってた時に、このキャリアオイルに溶かして、でお風呂のお湯に入れる、もしくは牛乳に溶かして入れるっていうような方法もあるよというのを聞いたことがありますが、まあ、どっちにしてもですね、お風呂の掃除めちゃくちゃ大変になりますから、めんどくさがり屋の方々はやめときましょう。はい、ここまで、入浴する際にどうやって和製油を使っていけばいいのということでご紹介してきましたが、お風呂入らないんですけど
つまりシャワーだけで済ましたいんですけどっていう人もいらっしゃいますよね。特に例えば朝運動してでシャワーを浴びてで仕事に行ったりしたいという方は、まあ、そのシャワータイム、朝のシャワータイムですっきりした香りを楽しみたいというような要望があるかなと思います。その場合の簡単な楽しみ方なんですけれども、結構皆さんご家庭にあるような豆皿ありますよね。醤油皿みたいな平たいタイプのお皿ですね、まあ、陶器のお皿もしくはガラスで、素焼きだと染み込んでしまうのでちょっと避けてください。あと塗りとかね、金箔とか貼ってあるやつはもちろん避けていただいて、でこういうものにですね、適量5滴ぐらい精油を垂らしていただいたものをシャワーをする前に浴室の中にね一緒に連れて入るんですよ。でそうするとシャワーを浴びている間にもうお風呂場の中蒸気でいっぱいになりますよね。でお風呂場全体が温まってくるのと、あとこの水蒸気の力でふわっと香りが漂ってくるのでおすすめです。で豆皿とか用意するのもめんどくさいわという方はですね、浴室の床材が大丈夫であれば、まあ、シャワーが直接かからないけどシャワーになるべく近いところに床にポトポトと垂らしていただくっていうのも、まあ、簡単な、めちゃくちゃ簡単な楽しみ方ではあります。ね、床材が変質しないかどうかとかね、ちょっと確認しながらの方がいいと思いますけどね。ちなみにですね、わざわざそうやって和精油を使うのもめんどくさいよっていう究極のズボラーさんはですね、私が推奨しているのは化粧品として暮らしに取り入れるっていう方法ですね。例えばシャンプー、コンディショナー、ボディソープ、洗顔料、このあたりで天然の和精油が入っている化粧品を使っていただくと、かなりですね、毎日の暮らしにやっぱり変化が訪れます。想像以上にですね、天然の和精油の香りを毎日のこのルーティン、お風呂場っていう、しかもリラックスしたりリフレッシュできたりするような場所で取り入れられるっていうのは、まあ、かなりメリットが期待できるわけですね。はい、まとめ。入浴するときに和精油を楽しみたい方は、無水エタノールに希釈してからお湯に入れる、もしくはバスベースオイルを使うこと。シャワーをするときに和精油を使いたい方は、豆皿みたいなお皿に垂らして浴室内に持ち込む、もしくは床材が大丈夫であれば床に数滴落とすのもありです。そしてそれもめんどくさい方は、もう化粧品、日用品として和精油を取り入れていってしまいましょう。ね、アロマセラピーって難しいことでも何でもないので、まあ、普段の暮らしに取り入れてどんどん楽しんでいきましょう。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。